白明とみこちは、歌式友人による日本の漫画作品。身長9センチメートルの小人である二人の女の子、白明とみこちの日常を綴った物語。角川の漫画誌、春田で連載中。テレビアニメが2018年1月から3月まで放送された。本作の原型は歌式が、大学の課題で制作した漫画であり、小さな人たちの目線が、 どのようなものかという考えから執筆された。歌式が担当編集者にその作品を見せたところ、雑誌への掲載を持ちかけられ、エンターブレイン間の隔月誌、フェローズ、ボリューム 16D に、昨日のアカネのタイトルで読み切り作品として掲載された。昨日のアカネに対する反響が良かったために、同志の兄弟誌、フェローズ、クワイエットに、 足元の歩き方のタイトルで新作読み切りがには分、掲載された。その後、フェローズ、ボリューム22より、コビト日よリのタイトルで連載を開始し、フェローズ、ボリューム26掲載文からは、現在のタイトルへと解題され、同志が、年10回間、春田へと氏名を変更した2013年以降も、連載中である。フェローズ、QED には、足元の歩き方が、 コビ日ヒリサイド A マイナスコビとヒリサイド B マイナスと解題して再録されておりその柱には文字による世界観設定が書かれているほか巻末にはさらに詳細な作者描き下ろしによる世界観設定が2ページ掲載されているまた春田ボリューム47には小冊子形式の絵本白名とみこちレモンのクレープ屋さんが付属しておりボリューム5 2は 同志掲載作家十八人が本作を題材に、執筆した一ページのイラストもしくは漫画を収録した、閉じ込み小冊子は、組心コ,コロコロが付属している。これらの本編は二0二0年現在、いずれも単行本未収録である。一話完結の本作は、回によって、ストーリーの作り方が異なるが、歌式によると一番多く取られる手法は、言葉にできない、面白いことを起点とし、 それを掘り下げて面白い理由を突き詰めるということである。この方法について、歌式は、面白いことを見つけるまで執筆できない上面白さの本質を見つけてもそのまま伝えられないため、打ち合わせに時間がかかる。だから、とにかく伝わるよう丁寧に書くよう心がけているとしている。歌式は、この方法を使用した回の一つとして、第32話。 廃墟と雑草を例に挙げており、雑草の中の廃墟というイメージに、子供の頃祖父母の家の裏にあったナヤを妹と二人で、内側からハンマーで壊す時に感じた、面白さをくっつけた。その面白さについて考える中で、引っ越す時に、世話になったと、空っぽの部屋に対して思う気持ちといった家に対する、異形の念が思い浮かび、登場人物たちが実行したらその感覚が、 伝わるかもしれないと思って執筆したと振り返っている。また、本作は墨壺から蒸気機関車まで多数の道具が縮小して登場するが、食材などは原寸内で登場する。歌式は道具を多数登場させた理由について、道具そのものが好きであり、それに関する楽しい思い出がたくさんあったので描きたかったからとしており、登場基準について、 感覚で登場させる道具を決めているが、判断がつかない場合は、1900年代前半ぐらいの文明レベルで判断するほか、調べることもある。どうしても出したい場合は、矛盾点に目をつぶることもあると述べている。単行本の表紙イラストの塗りを担当しているのは、本人ではなく妹であるとのこと。は、子の頃から生々しく描写されたキャラクターを好んで、おり、 描く側になった後もキャラクターが生々しい方が良いと考えて実践しているとイバーク・ジェッパンとのインタビューの中で述べている。歌式は前日のインタビューの中で、白明と美子チは自然に任せながら描くことが多く、描く中で彼女たちの言動に驚くこともあると述べており、キャラクターがつかみにくい時はストーリーとは直接関係のない日常の様子を想像するとうまくいくと語っている。 本作のキャラクターには、具体的な人物モデルはいないものの、出会った人を観察して感じたことの中からその人の魅力を見つけ出し、それをキャラクターに反映するという手法が取られており、大工組合、石の機械の会長、習いは、その一人である。習いの元になった人物について、加式は、職人気質というわけではなく、すごく明るい性格だが、圧のある人物としており、 自身の持つ魅力に甘えると失ってしまうという考えから習いを造形したとインタビューの中で述べている。白明と御子地の他にも多数の小人や小人の町も登場し日常生活を営んでいる。小動物や昆虫など小人以外の生物の多くは人が抱かされない、本来の形態のまま擬人化されて小人たちと普通に会話し仕事に就くなどして 一緒に社会生活を送っている。小動物は衣類同士の夫婦も存在する。魚類は食料であり、住人と交流している様子は見られず、登場したウ金のトンビとフクロウは多少の意思を交わしているような描写もあるが、会話はなく、フクロウはコビトを捕食する可能性について言及されたエピソードがある。コビトは耳が尖っており、特徴的な帽子をかぶっている者も,もいる。 この帽子は種帽子と呼ばれ、同じ形のデザインだが、模様や色が異なっており、小人が故郷を旅立つ際に、長老の帽子を模したものが与えられ、旅先で定住するとそのものが新たな長老となり、子孫に帽子を与えるというものである。小人の大きさの描写は、他の動植物と比較される形で描かれている。白明とミコチは、 山間の町巻中の北西にある森の奥スの根元に作られた家に住んでいる。この家は、ミコチが全財産を使って自分の理想の家を作ったものだが、作中のエピソードで大破し、後に小人の線の協力で線の趣味を勝手に取り入れられた上で再建している。ファンタジー作品で線の研究など魔法のようなものも登場するが、魔法とは明言されていない。 不送信が実在しており、作中で街に登場したものはその住人に普通に受け入れられている。明かりは、給油による、ランプ、水道は、最寄りの水場からの引き込み、キッチンの火力はへっついで、バスはあっても自動車ではなく、動物に客車を引かせる形式であるが、看板カメラが使用され、蒸気機関による汽車が走っている程度には、機械文明は進んでいる。通貨単位は、 縁で、価値もほぼ現代日本と同等。単行本第六巻現在まで、いわゆる通常サイズの人間は登場しておらず、人間がいる世界観なのかも言及されていない。2018年1月15日発売の副特本、白明とみこちワールドガイド足元の歩き方において、小人たちはすべて、人と表記されている。 白明とみこちワールドガイド足元の歩き方のワールドマップによると、主人公たちが暮らすマキナタは、旅人の国、日の地のほぼ中央にあり、日の地は南方にある一つ島、または大陸になっている。日の地には、ナタのすぐ西隣にアラビンがあり、そこから時計回りに、広畑、カノカン、紀王で、カノカンの真反対の位置に、ヤシロがある。 日の地から海を挟んで地続きに四国からなる島、または大陸があり、西から順に、坂の国、春藩、大木の国、京、平原の国、河南下、崖の国、無角があり、そして海を挟んで北方の島、または大陸が、洞の国、画題となっている。特筆がない限り、すべて、小人である。この漫画がすごい。のかやまりは、 本作を小人たちはデフォルメされたようなデザインでありながらも日常生活が詳細に描かれており、それが彼女たちの息吹となっていると評しており、不思議な世界を舞台にした日常ものとした。2018年1月から3月まで ATX 東京 MX 他にて放送された。白とラジオの日は年月日から月日まで、 おと泉にて、各週木曜に配信されていた、ウェブラジオ。パーソナリティは、白名役の松田理沙江とみこち役の下地紫の、小人と日和に関するカテゴリ白名とみこちラジオの日に関するカテゴリありがとうございます。